東京都大田区田園調布です。玉川駅先ほど出発していったのが東急多摩川線の車両。ここは東急東横線、東急目黒線、東急多摩川線が乗り入れております。今回は東急目黒線で目黒線を巡ろうという話です。やってきたのは都営三田線の車両6500型です。こちらに乗車して目黒方面まで行こうと思います。次は田園調布です。田園調布まで乗ります。6501編成ということでトップナンバーと呼ばれる最初に製造されたものでした。ここで他の電車に乗り換えようと思います。ちなみに以前動画にも出しましたが、この6500系かなり椅子が硬かったです。田園調布駅では向かい側からやってきた列車も6500型。田園調布は金持ちの街なんですけど、庶民にとってもいい駅です。さて、やってきたのは埼玉高学鉄道の電車です。今回はこちらの電車には乗らないことにしました。急行電車ですので途中止まらない駅が多いんですね。ということでここでお見送りしようと思います。なんかのラッピングかなんかでシールが貼ってありました。ここは田園調布東急東横線の路線も乗り入れていますので、東急東横線副都心線に直通する電車もやってきました。こちらは副都心線10000系。都営三田線直通電車の西高島平駅に乗車します。こちらは各駅停車。田園調布から目黒を目指します。奥沢、大岡山、仙属、西久山、武蔵小山と泊まっておきます。次は奥沢。田園調布から奥沢で地上区間に出ます。奥沢には車両基地があるとかなんとか。向かい側からやってきたのも都営三田線6500型。これを見ることが多いです。やはりそして奥沢駅、ここで進行方向左側にあるホームに入ります。3本の線路のうち1番左と真ん中の線路の間にあるホームは仮ホームだそうです。ということで、すぐ次の奥沢で降車しました。どうしても速度制限がかかってしまうので出発がゆっくりです。そして駅のホームの窓から見ると車庫のようなものがありました。ここには4編成ぐらい止めておきそうですよね。向かい側の電車も埼玉高学鉄道。さて、続いて奥沢から乗っていく電車、こちらは各駅停車の目黒線3020系電車西高島平駅です。西高島平駅ではなかったですね。ここから各駅停車でまた目黒方面へと向かいます。増えてきたんでしょうか、このように6500型だらけになってきました。都営三田線の車両ももうあと少しでこいつに置き換わるでしょう。奥沢を出るとしばらく直線区間が続きます。次は大岡山に到着します。放送にもあったように東急大井町線が進行方向左側の方から合流してきます。上に見えている線路、こちらが東急大井町線、大岡山駅に到着です。大岡山駅には東京工業大学なんかの最寄り駅でもあります。目黒駅までは約8分。大岡山を出ると次は仙属に泊まります。大岡山駅で地下に入りまして、すぐに地上区間にまた出ることになりますが、仙属駅でまた地下に入ります。そしてこの仙属に来ると
もう先ほどと合流した東急大井町線とはお別れで、大井町線は大井町方面へと行ってしまいます。次は西小山に停まります。この辺りも地下区間なんで見るものがないと言っていいんでしょうか。この辺りは東京の中でも住宅街が広がるエリアの地下です。次は武蔵小山駅に到着、そして途中武蔵小山で乗り換えまして目黒線三田線直通の西高島平駅に乗り換えます。こちらは急行電車ですので不動前駅を通過していきます。目黒川を渡ったあたりから地下区間に入りまして東急目黒駅に到着します。東急目黒線、都営三田線、JR 山手線、地下鉄、南北線が乗り入れております。急行日吉行き青色のラインが特徴の都営三田線の電車です。ということで今回は東急目黒線に乗ったというだけの話でした。